もこの年になれば、まあ若い才能の上げ足取ったり悪口探したりクソだりから褒めてやんぜ。かいね、背も高えし顔もかっけえし眉毛不定しすげえないいな。だけど俺も磨いた腕っぷし負けてたねって気持ちはあって、ディスが聞かねえとかも関係なく俺ディスより自ら語るべきだぜ。大阪からこの東京電波到着しにここの場所落とし前はつけずに俺のマイクで分からせるべき。だから分かってねえとか言わねえ、俺のマイクで分からせんだぜ。